こんにちは。今回は大阪の梅田にある大阪駅前第4ビル地下1階立ち飲みどころ七つ屋に行きました。地下鉄谷町線東梅田駅より歩いて2分です。駅地下で居心地よくて親しみやすい、そしてコスパ抜群、安くて美味しい。朝10時から営業していますので、お昼前から入店しました。アキンドのサービスデーは金土曜日に黄色のボードに表示されているお値打ち特別価格にて提供されます。メニューです。お財布に優しい価格で種類も豊富です。本日のおすすめは黒いボードに書いてあります。え、これ何ですか？オニオントマトサラダ。あ、300円。安いですね。コスパグー。コスパグーですね。ありがとうございます。最初に生中カンパチのお作りとポテトサラダをいただきました。安くて美味しくてもう気分は上々です。おすすめのこれは出した方がいいっていうもんってありますか？どて焼き。どて焼き。あ、じゃあどて焼きお願いします。何本します？1本からいきます。1本からでお願いします。隣の方は関東の方で、大阪にいらっしゃるときは七つ屋さんに行くそうです。いろいろとお話ししてくれました。やっぱり大阪はどて焼きですよね。関東ないですよ。関東もつ煮があるんですよ、一番名物。あ、そうなんですか。は今先美味しいの作ってますね。え、これ何ですか？まだ 2,3 時間かかりそうですね。味は普通にソースがあるんですけど、あの出汁で食べるのが2ですね。あ、そうなんですか。はい、うん、ちょっとチャレンジしてみます。いや、だからレスポンスはないよ。アジフライ出して注文したら食べられます。アジフライ美味しかったです。この出汁をかけるとより一層美味しい。今日のおすすめのおすすめってありますか？あ、鉄板焼き食べてないんで。鉄板でね、12時からなっちゃうんですよ。え、そうなんですか。昨日のおすすめなんです。昨日のおすすめということで、家庭料理の定番ですね。さっぱりしていて優しい味でした。関東の方は帰られて、次隣にお仕事の帰りにいらした方からお話ししていただきました。え、生中とアサリですか？アサリとカニコロ、もじり食います。え、カニコロですか？カニのコロがおすすめなんですか？僕はね、あ、僕は大好き。私はめちゃくちゃ美味しいです。カニ、ついでに年齢は77歳も投票してもいいです。甘いんですよ。甘いんですか？ちょっと甘くて、もやしとひき肉っていうか、そうね、こういうのって辛口にするのが多いんちゃいますか。だけどこれ甘口でね、これたまらない。生も普通は中だけど、今日だけが大事。そういうことです。いいですよね。もうたまにはもうじゃんじゃん行っちゃった方がいいですよね。そういうことです。ね、一生懸命働いたんだからね。もう500円以上ありません。すごいです。安い。あ、お酒の方590円でしょ。これね、普
奈良の葛飾かな、これは南海かなんだ、はい、これはまあ僕にとっては美味しいね、超辛口書いてあるから、そんな辛口でもないから。あ、そうですか。そう、これお兄さん、後ろ。あ、すいません、お邪魔して。あ、いいよ、ありがとうございます。いいです。いや、もうそこまで。そうですね。ありがとうございます。七つ屋さんで出会えた方々、いろいろとありがとうございました。今回はこれで終わります。ご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。